縮めてる方をさらに縮めるとより伸びます、はい、そして同時に縮めるトレーニングにもなるのですごく可動域が広がりやすいです。ぜひそういうことも意識してやってみてください。はい、でも本当に毎日やってるということなので素晴らしいです。まず目標を達成するためには毎日の継続がとても大切です。ルーティーン、ルーティーンっていう言葉分かりますか？はいはい、毎日同じことを、例えばコートに入ったらナダルだったらペットボトルを、やっぱり見るといろんなことが分かるよね。それはノートに書きました？を書いてみましょう。自分が見て気づいたことをノートに書きます。そして例えばなんだ、打点が高すぎた、数値が高すぎた、後ろにボールが、トスがボールが後ろに行っちゃったのかな。ということはトスを前に上げる練習がまず必要ね。今日は夜遅くまでありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。